戦場に到着しました。ここの2階から出発すればフォースワンエリアの奥へ行くことができます。階段が壊れてる。問題ありません。もっと便利な方法がありますから。月の輪の中には空気に触れると素早く凝固するナノレベルのとある特殊な液体が保存されています。その液体を射出することで強靭で粘着性のあるロープが使えるようになります。言ってる意味わかりますよね。同じです。アルティメットブレイド完全解放。行動開始。索敵に集中してください。急ぎましょう。行動開始。アルティメットブレイド完全解放。ここは変わった建物。隊長待って、この先少しおかしい気がする。何を発見したんですか、ライル。一部の怪物が円形の建物の外に集まっていて、様子が少し変だ。シュートモード、アルティメットブレイド、完全解放。構築物の一つだと思いますが、他の種類のものとは明らかに違います。行動がより人間らしい。待って、今はそれを気にしている場合じゃありません。急ぐ。その手下が少し変わっています。この速度と力、怪物が凶暴になったみたいです。さっきの注射の効果、恐ろしい看護師さんだね。とにかく凶暴化した怪物を倒しましょう。異常行動が気になります。それに観覧車に行くにはここは避けて通れませんから。あれ、あの怖い看護師さんは逃げたんでしょうか。警戒を緩めず、まずは建物の内部を確認しましょう。構築物の反応がない。あいつ本当に消えたみたいだ。隊長何を見てるの。修理日誌です。
あのエレベーターは上の階に行けるみたいですが、予備用パーツの交換が必要です。エレベーターの修理会社の住所が書いてありますね。そこでパーツを入手できると思います。ええ、怪物は行方不明になりましたし、まずはエレベーターの修理を優先しましょう。アルティメットブレイド完全解放。承知した。完成する。分かった。この一帯は市の中心部だと思います。誰もいない建物ばかりだし、あちこちから水が染み出てる。ここの住人たちは無事セントフォンテーヌを出ていたらいいんですが。私の指示に従ってください。こうアルティメットブレイド完全解放。了解隊長。作者貫通。見つけた。日誌に書いてある型番と一致してるよ。急いで戻ってエレベーターを直しましょう。
やっぱり遠くには行ってなかったんですね。大丈夫？全員集中して作戦開始。隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。私の指示に従ってください。ミスしました。はい、私の隊長、さっきのあの一撃はかっこよかった。クローニャ隊長、みんなもお疲れ様です。その通りです。あなたも気づいたんですね。報告を読みましたが、今までのあなたの命名方式をもとにして、とりあえずタロット怪物と呼びましょう。
それらには言語システムがなかったはずです。でもさっきのやつは確かに人間の言葉を話してた。まさか誰もいない都市で独学で人間の言葉を覚えたってこと？敵にそこまでの知能があるとは考えにくいでしょう。どちらかというとあらかじめプログラムが設定された機械のようですが、まあいいでしょう。まだ手がかりが少ないですし、後でゆっくり考えましょう。はい、まずはエレベーターに新たなチップを入れましょう。親友、僕たちも手伝ってあげよう。もしあれらの怪物がある存在によって作られた産物なら、本当に人間を理解しようとしているのは、実は。隊長、僕たちはどうして戻ってきたんだ？先輩の侵食の後はまだ完全に消えていません。疲労がたまらないようにと隊長は配慮したんですよね。それだけじゃありません。フォースワンに深入りして探索する前に少し準備が必要です。まずは基地に関して。一時的な拠点とはいえあまりにも粗末です。うん、確かに。他のものはさておき、座れる場所ぐらいは欲しいかな。それと調査中に未知の敵に遭遇しました。今まで第三小隊がしてきたように、それらの敵について記録し分析を行う必要があります。え、先輩、その表情、どうして急に元気になったんですか？先ほど倒したあの怪物を例に挙げると、予想外の収穫は結構ありました。予想外の収穫？はい、その構造には多くのレアな鉱物の結晶がありました。それと注射器の中の液体は不純物が入ってはいるものの、利用可能な液体状の崩壊エネルギーでした。ブローニャ隊長、いつそれを分解したんだ？少し驚いたよ。それらの資源を利用すればティミドの武装を強化できます。私のですか？どうして？そんなに貴重な資源は隊長の中層ウサギに使うべきです。もしくは先輩たちの武器に。いいえ、戦闘の他にあなたの武装には他の用途があります。凝結機のパワーを上げ標準の材質を改善すれば、より複雑な地形を乗り越えることができます。その通りです。行ける場所が多いほど入手できる手がかりも増えますから。そういうことだったんですね。はい、わかりました。隊長の意見に従います。よし、じゃあ早速作業を始めよう。忙しくなるよ。ええ、整備が完了したら私のところでこれからの予定を確認しましょう。